もう密着やめてください。どこまで撮ってるんですか。もう追いかけ回さんといてください。やめてください。そんな密着しても僕もモノマネとかしないんで、やめてください。今日ただただ美容院行くだけなんで、もうやめてくださいよ。いろんなとこから撮るのは。フリーレ表参道なんですよね。ええ、あやさんです。こんにちは。もう妊娠されてることはもう発表してますもんね。してます。何ヶ月ですか。8ヶ月。8ヶ月だ。でもう来週ぐらいが9ヶ月。やばいです。もう大きい。え、もう性別分かってるんですか。女の子です。おお、女です。女女だ。すごい。男女です。男女です。僕は。すごい。なんでいきなり悪口なんですか。はい、最後ですね。あら、お疲れ様でした。また1年弱の10ヶ月ぐらいしたもん。みんな待っててね。2時間目2ブロック行けますか。プロもちろん。じゃあ、まあ、かっこよく。はい、かっこよく。もうこんなところお話はするのはしないです、もう。最初ね、ちゃんとフングさん見せてください。お願いします。デトックスのシャコ。お願いします。ぜひ。玉ねぎの。淡路島の。玉ねぎの。玉ねぎだ。玉ねぎ。何でここ、何でここ就職したんやった。僕、マギヒカさん気知ってオフリーラ入りました。今、見てます。今洗ったんですけど、頭めっちゃ汚いって言われて洗われましたね。で今もうこれもう出光やん。まあでもイケメンっすね。まあここ来るまでになんかたまたま表参道の女性視聴者さんにお会いして、わーみたいな、わーファンなんですみたいな、ありがとうございますみたいな、まあ僕写真撮りましょうかって言ったら、あ、大丈夫ですって言われましたね。嘘やから。お願いします。はい。で、泊まる。そうです。で、帰りです。まあでも、このイベントのために行く。いや、フリーランのためです。いや、ギリギリ攻めたなって。今、キャジン来ないと思って。いやいや、来ますよ。態度とかあるっすか。何態度。バカにしてるんですか。態度いいじゃないですか。あれだよね、蹴るってことだよね。はい。確かにね、なんか人目めっちゃある。元気だ。あやさん一人目の子もめっちゃ食うじゃないですか。え、もう食わない。もう食わない。逆に。え、もうね、ベンジャミンバトンって。食うたびて私食べすぎて女の子だし、くしゃみとかだと嫌だなって、はい、でも急に3歳になったぐらいかな、あんま食べなくなっちゃって。朝ごはんもヨーグルトとなんかちょびっと。ダイエット早そう。逆にうちの上の子はガリガリで身長もあの最低ライン走ってるし。え、今3歳です。で、なんか保健所の人とかが検診みたいなの言ってくるけど、僕見て、ああ、まあ、お父さんでかいから大丈夫かってやつ。そういうこと？はい。そこ見られるんだ。はい、まあ、全部個性ですからね。いずれでかくなりますし、いずれ喋りますしね。ね、喋る、喋る、うん。もう、はい、喋ります。下の子、この間パパって言いましたもん。え、え、絶対嘘じゃん。言ってないやつ。いや、言ってます、言ってます。気のせいのやつ。いや、もう証拠の映像流します。3人目は絶対にないですね。また一人目の時も、二人目の時も俺言うてた。怖いっすね。あやさん、どんな髪型好きなんですか、ダンス。でも、もうこの年になるとあんまり長いのが好きなの。へぇ、長いのも好きな時期もあったんですか。なんか、若い時とかはちょっとヒゲとかかっこいいと思ったけど、この年になると、なんか赤抜けするさっぱりした髪型の方が好き。はいはい。最初、同期年齢
はい、女性8年、はい、存在も当たり前になる、はい、なるさ、今から愚痴が始まるいや、いい話、あ、いい話、はい、まあ、口しか出ないこれ、そうかも、気まずい、口を開く、はい、そういう人多いと思う、はい、愚痴なんて、止まらないぐらいあるけど、そんなこと言ったとって、うん、じゃあ受験するんだって、そうじゃないですか、はい、だから、受験者の道を改めて伝えようと思って、で、その日に仕事だった、うん、で、その日に来たことがあって、家族の誕生日に、家族みんなでその本人に手紙を書くっていう人だった、でもその時じゃないと、こういうこと言わないし、そういうのやってるんだよねっていう話を聞いて、うん、それやろうと思って、はい、でその場で携帯にバーってなんか通り仕込んで、はい、手書きに書き直して、はい、で、ご飯行ったけど、手紙を出した、あー、この年ね、すごっ、でも JK やん、くだりとかする、もうしないですけど、でも昔はしてた気がしますね、会社の子は言わないじゃん、はい、いつもありがとうね、はい、本番的にやったら、はい、育ててくれて、はい、あと、レッサーももう流れですね、はい、別に、地域伝えなかったです、うちの子、はい、旦那さんが仕事頑張ってても、はい、あ、おかえりぐらいの気持ち、はい、だからそれを改めて言葉にしてみようと思って、はい、なんかすごい、ね、ギリシャリしてたことじゃないけど、はい、改めて言うことに意味があるなって、はい、ちゃんとそういう気持ちの気持ち、毎日伝える必要ないと思う、はい、うん、どんな反応されてたんですか、なんか、まず、え何、はい、結構なんか感覚的にはさ、意外に響いてたなって、子供できたらそれどころじゃなくなる、そうそう、感謝の気持ちとかもちろん好きな気持ちとかはめっちゃあるけど、それ以上にさ、なんか、なんだろう、なんでもってやってくれないのみたいな、意外なその気持ちが上回って、いや、そんなことないです、いや、手紙は素敵やな、やっぱこう手間がかかってますから気持ちが伝わりますわ、僕は来ないな、結婚記念日に急にティファニーのネックレスを渡して怪しまれた、なんで結婚記念日で、まあ、育児とかめっちゃ頑張って くれてて、嫁のネックレスが僕が5年前ぐらいあげたネックレスずっとつけてるんで、そろそろそのネックレス変えたいなと思ってたんで、僕がそれを買って変えて結婚記念日に渡したから怪しまれて急にないんですよ、いつぐらいですか、お腹に寝ないとき、ああ、いい、ビール飲みながらもうさ、一緒に飲めないよ、友達とか、はい、一人で飲むしかない、だから、そんなに過ぎた時、結構ですよ、もともとウェイ系ですもんね、あやさん、何ウェイ、ウェイってそっち系ですもんね、一人で飲んでベロンベロン行くこともある、いやいや、ベロンベロンではないけど、誰かとそこ話するわけですよ、何宇宙やん、この人やめて、ハサミとか持たしたらあかん、松木クリューやん、松木です、おいけいけやん、いけやいけいけだ、ありがとうございます、はい、持ててしゃあないです、はい、表参道歩けないです、頑張されてます、ありがとうございます、ありがとうございました、安産を願っております、負けるんじゃねえぞお前の夢は、かつてともに涙を流した仲間たちの夢だってことを忘れんじゃねえぞ、どんな偉くなっても巻き光らしくあれよ。